人吉市鍛冶屋町にある鎌田醸造所。創業90年を超える老舗ですが、3年前の7月豪雨で大きな被害を受けました。豪雨災害から再スタートを切ったこの場所で、2年半ぶりに醤油の初仕込みが行われます。今回の作業では大豆や小麦で作った麹を塩水で発酵・熟成させ、醤油の元となるもろみを作ります。醤油作りの最初のベースとなる工程です。で、正直こういう作業がまだできるとは一時期考えられなかったので。人吉球磨地域を襲った3年前の豪雨、工場の中も1メートル近くの浸水被害を受けました。醤油を作る機械は全滅し、醤油作りが全くできなくなりました。また商品もほとんどが被害を受け廃棄せざるを得ず、被害額は3000万円にも及びました。大変な被害で、まあ、心も折れかけたんですけども、地域のためにまた復活してならねばならないという思いで。あれから2年8ヶ月、復興に向けて社長の鎌田さんが目指したのが、被災前よりも美味しい醤油。被害を逃れ工場にわずかに残っていた奇跡の麹菌をもとに、県の産業技術センターと研究を重ね改良、そしてクラウドファンディングなどで資金を調達して設備を新しくし、醤油作りの再開にこぎつけました。今日仕込んだもろみを半年以上熟成し、絞ると醤油が出来上がります。郷土の自慢の醤油と言われるようなですね、お醤油したいと思ってます。完成した醤油はふるさとの味の復活を支えてくれたクラウドファンディングの支援者に贈られるということです。